君が噂のブルダックポックミョン？韓国出身なの、美味しそうだね。辛そうだね。映えるね、映えるね、映えるね、君は。いいね、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 いいね。はい、マコです。今日は韓国の辛い麺、ブルダックポックミョンを作ろうと思います。ブルダックポックミョン、ブルダックポックミョン、ブルダックポックミョン。温泉卵作ります。お湯を沸騰させる。そこに卵を、タイマー12分割ります。 OK、 半熟卵完成。白ワイン、チーズ、チーズ完成。水を沸騰させます。沸騰したので麺を入れます。えいえい、5分間煮ます。ソースを入れます。というわけで完成。ネギをのせます。チーズかけます。かやくかけます。卵完成。ブルダックポックミョン、いただきます。辛そう。うん、辛い、辛いけどうまい。ソースはちょっと辛さの奥に甘みもあって、我慢できるレベルの辛さですね。辛ラーメンに似ているかもしれないですね。飲み物飲みたいですね。ドクターペーパー。いただきます。あー、独定美味しい。いや、卵もね、黄身を潰しまして麺と一緒にね、いただいていこうかしら。これチーズをね、足した方が美味しいと思います。汗が止まらない。ごちそうさまでした。今回の感想は、辛い、そしてうまい。以上、皆さんも韓国の麺お試しあれ。というわけで、バイ。はい、皆さんこんにちは、私天の声です。ブルダック、ブルダック、どっちやねんとか言うてない。